して今度はまた再びこの 130R 過ぎ、シケインのブレーキングでまたサイドバイサイドのバトルに持ち込もうという関口雄飛、そしてオーバーテイクシステムを使っている。そして今横に並んでいった、さあ坪井翔、オーバーテイクを使って関口が前に出ることに成功。1コーナーで前に出ました。そして